里崎チャンネル。こんにちは。いつもご視聴くださってありがとうございます。ありがとうございます。ただいま夜の7時15分です。なんで7時15分にいつも上がってますもんね。だからか。あれ、私まだこれ朝なんだけど、わかるんだけどと思っちゃった。そういうことか。ちょっと今ニュースにやってみました。はい。ただいま夜の7時15分。皆さんお帰りなさい。はい、これです。すいません、それ夜のテンションじゃないですね。なんです。ちょっと中村さん夜のテンションバージョンやってください。はい。こんばんは。7時15分を回りました。里崎チャンネルのお時間です。皆さん今日もご視聴ありがとうございます。それでは今日のテーマ参りましょう。解説はいつも通り里崎智也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のテーマは里崎さん、はい、何でしょうか。はい、今日すごいですね。本当ですか。いやいや、すごいっすね。ありがとうございます。プロかと思ったっす。一応プロなんですけど。一応アナネンさん。はい、もうやっぱりプロじゃないです。アナネンさん、アナネン会やりました。アナネン会ね。アナネンさん、アナネン会やりました。戻っちゃった。そういうところがね、あれ、好感度上げてますよね。もうちょっとね、へっぽこですね。ごめんなさい、本当に。はい、いや今日はですね、はい、まあ、原監督が DH をねセ・リーグ採用した方がいいんちゃうかとか、はい、あとは人的保障をねやめようとかっていうあの発言をされたと思うんですけど、はい、この問題について取り上げます今日は。はい、なんかあったんですか。いや、あの問題を、はい、がいいとか悪いとかじゃなくて、うん、あの発言をせざるを得なかったこの環境が僕は問題あると思うんですよ。だからプロ野球大改革ですね。おお、大改革、はい、あのしないといけないと。しないといけないです、これは。はいはい、原監督のためにも、はい、野球界のためにも、うん、これはもう大改革しなきゃいけないんちゃうかと思って、へえ、今日は下っ端の僕が物申します。物申したら大体ネットニュースになってるじゃないですか。あのすいません、これはネットニュースに上げないでください。あ、そういう内容なんだ。いや何を変えるんですか。あの、まあ、いわば、うん、その今の12球団の監督さんは、はい、その自分たちの意見を、はい、そのまとめる集めるところがないんですよね。だからないから、もう原監督はああやって自分から発信していってどうにかあのしてくださいよっていう風に一人で立ち上がるしかなかったんですよ。はいはい。え、なんでまとめる場所ないんですか。だから、まあ、選手はね、はい、選手会っていうところがあって、あります、ね、選手会長、12球団の選手会長がいて、うん、で選手会の選手会長がいて、はい、でそこでいろんなね、過去で言えば FA ですとか、はい、ドラフト問題とか、うん、こう今だったらあの育成あの現役ドラフトのこととか、うん、あとお金の問題とか著作権とかいろんな問題をその審議して、そこでまとめて、はい、でこういう方向性に行こうっていうのが決まって、うん、でそれをその NPB とかに陳述したりとか、こう変えてくださいとか言って、で物事をそっから変えてくれるかどうかは別ですよ、はい、で変えてもらおうっていうように進んでいってますよね。だから今も現役ドラフトも来年、うん、再来年ぐらいあたりにはひょっとしたらできるんじゃないのかっていう方向性になってますよね。はいはい。で最近行われたのが、うん、プロ野球 の理事会っていうのが行われたんですけど、はい、この理事会は各12球団の編成のトップの人とか、うん、営業面のトップの人とか、はい、そういうなんか営業とかチームの、そのもしくはセ・リーグでパ・リーグでチームのとして その利益営業的なものとかを、まあ、話し合う場所なんです。あと意見公開する場所、はい、だからそこでは大きく何かを動かそう変えようっていうやつは出にくいですよね。いわばスーツ組の人が出てるんで、はい、あのユニフォーム組の人が出てるわけじゃないんで、うん、やっぱそれはなかなか分からないし変えづらいですよね、はい、でまあ一番大きいのがプロ野球はオーナー会議ですよね。あ、そうなの、オーナー会議なんですね。これはもう一番トップなんですよ、はいはい、だから何をしても物事を決めるときにこのオーナー会議を通らないと、はい、何も決まらないですよね。じゃあ交流戦をやろうとか、まあ、その DH だったり、DH じゃなかったりとか、そういうの全部決めてるのっていうのは全部オーナー会議で最後やるかどうか決まるわけですよ、はいはい、だからあの今回 その現役ドラフトの件も、うん、下で揉んでいって、はい、で最後オーナー会議にかけてそこで通るか通らないかが、まあ、決まるわけですよね、はい、基本的には、はい、だまあその違う道もあるかと思うんですけど、はい、基本的にはその流れが、まあ、基本ですよね、うん、でその中で監督会っていうのがないんですよ。それ意外ですね。監督で話し合う場所ってないんですね。日本シリーズの前に、はい、日本シリーズ予告先発しますかしませんかとか、はい、こういうルールでやりますねっていうのをお互いの代表監督が来て、そういう監督会みたいなのありますよ、はい、でもその未来のプロ野球のためにとかっていう監督会っていうのは多分ないと思うんですよ。そうなん
にって思いますよね。あんま聞いたことないですもんね。だって監督って一応現場のトップじゃないですか、はい、その現場の声をまとめるところっていうのがないんですね。各球団でまとめて持っていってるっていうのは、監督同士が12球団集まって、はい、で未来のためにじゃあ DH 制、ね、うんうん、まあ、セ・リーグはセ・リーグのまず6球団があって、はい、パ・リーグがあって、うんうん、でセ・パで分かれてあって12球団だって、これ3カテゴリーぐらいあった方が僕はいいと思うんですけど、はい、でそこに、まあ、現役の監督だけだったら、はい、目先の利益とか、うん、プロ野球界長いことよりも今自分たちが得するためだけのルールとかを決めていく恐れがあるんで、はい、それだけだったら若干心配なとこもあるんで、うん、過去歴代監督された人とか、うん、もしくは監督してなくてもそういう監査役とか理事とかに入って、はい、やっぱり現役6人いたらその OB も6人とかいて、はい、で有識者みたいに、うん、プロ野球界関係ない人とかも入って、はい、第三者委員会みたいな入って、はい、まあ、総勢20人ぐらい、うん、6人6人6人ぐらいの感じで話し合う場所でセパであって、うんうん、で12球団はそれはもちろんそれ全員であるのとかがあって、はい、じゃあセリーグも DH で入れようだとか、人的保障をなくしましょうよとかっていうのを、その会議でみんなで話し合って、参加者の何分の何以上 の、 あの賛同がいれば、それをオーナー会議にかけて、でそれをどうするかまた決めてもらうっていうの、このここがあった方がいいと思うんですよ。そうですね。そっか、そこがないから原監督はそのなんかあれなんですね、個人でも訴えかけるしかないんですよ、うんうんうん、個人で訴えかけて、はい、その世論が動くとか、うん、もしくはそれを聞いて誰かが動いてくれるっていうのにもうかけるしかないんですよ。あ、そういうことなんですね。確かにその監督会があれば原監督すいません、はい、はい、監督会があれば、はい、原監督はそこで意見を揉むわけじゃないです、そこに提案して、はいはいはい、だから世間に原監督はこう言ってるよって出ることもないわけですね。はい、まあその会議の中で発言したっていうことは出るかもわかんないですけど、はい、すいません、はい、電話作者です花粉症かななんでしょうね、はいはい、噂してんのかな誰かが。あ、そうかもしれないですよ。佐々木その話はやめとけみたいななんかの予兆だったりしてまあだからその監督会議あった、はい、あったら、うん、メディアを通して第三者とかに伝わることってなかったと思うんですよ、うんうん、でまあ、もしくはそのまあ、オーナー会議にかけるとしても、じゃチーム内で僕が監督で袴田さんがオーナーだった場合、はい、いや今度監督会があってこの DH の問題とか提言しようと思ってるんですけど、はい、オーナー的にはどう思います、うん、って言って、いやそれいいんじゃないのとか、うん、いやまあ、あの好きなようにすればいいんじゃないの、うん、って言われればかければいいし、はい、いや私はチームとしては俺それは反対だなって言えばかけなければいいだし、はい、監督会があってそこで話し合って新しく出た問題とかがあって、いや今回行った時にこういう問題出てきましたけど、うん、僕はこう思いますけどオーナーどう思われますかっていう話をした上で、うん、その人たちがオーナー会議行った時に、うん、話がスムーズにいきやすくないですか、うん、そうですね。オーナーたちも新しく聞いてやるよりも、うん、ワンクッション置いて聞いて、うん、そこで考えた方が、うん、行った時に採決もしやすいしスピーディーに決まりやすいと思うんですよ、うん、はい、だそのために僕はそのプロ野球の未来のために監督会っていうのが、うん、はい、大事なんちゃうかっていうのを今回改めて思いましたね。いや確かに普通に考えたらありそうだなと思ったんですけど、はい、なんか逆にないのが、でじゃあどうやって現場の声拾うんだろうってちょっと思っちゃいましたね。選手会もちろんありますけど、はいはい、選手とまたその選手って逆にチームに所属してるんで言いにくさはあるじゃないですか。そうですね、絶対、はい、だったらやっぱりヘッドコーチと監督とか、うん、そういうところの会があってもいいんじゃないかなって思いますね、うん、その方が直に現場の声が行きやすいじゃないですか、うんうん、でやっぱ人返していくとワンクッション置くんで、はい、やっぱ熱量伝わらなかったりとか、うん、話がちょっと若干ずれてたりするんで、はい、一回そこで本音を各球団の監督とか周りの人とぶつけ合って、うん、どうしていこうか決めて、はい、でそれで賛同を得ればそのトントンって進んでいけば、うん、僕は一番それがいいんちゃうかっていう。なるほど。そしたら現場の監督としての声も聞きやすいし、はい、で全球団の話も聞きやすいし、うん、思惑もあるだろうし、はい、そしたらなんか変に何か言って悪者になることもないじゃないですか、はい、だから原監督自身はそのこうした方がいいんじゃないのかっていう提言をしただけで、別にそれによって言い過ぎやとか、はい、負けたからやろとかってそうやって言われるのもちょっと違うじゃないですか。でそういうのがあればもっと言われないと思うし、だから今そういうその原監督の発言が問題っていうよりもそういう環境になってしまってるこの環境が僕は問題だと思うんですよ。ああ、また全然もう見たなんかこう視点が違いました。あ、そっちなんだっていう。それがあったら多分わざわざ、逆にもしその監督会っていうのがあるのに、その外で
言ってたら、はい、いやなんで外で言うの、その会があるんやからそこで言ってくれればいいやってなるじゃないですか。そうですね、はい、だ会社でもあるじゃないですか、うんうん、必ずミーティングがあるのに、はい、そのミーティングの場で何ら発言もしないで意見も言わないのに、はい、外であれは会やなとか、なんであんなやり方するんやろなって言うやついるじゃないですか。はいはい、いますね。いるじゃないですか、はい、それは問題ですよね、うんうん、それだとその会があるのに、はい、なんでその場で言えんくせに、うん、お前よそで言ってんじゃねえ、お前ヘボいんかよってね、うんうん、思うじゃないですか。だから今はそのプロ野球、はい、会がないのは問題だと思うんですよ、うんうん、じゃあもしその会をじゃあ発足させましょうってなるじゃないですか、はいはい、でもそれってまたオーナー会議でじゃあ、まあ監督会を、でもそれぐらいだったらオーナー会議いらないと思うんですよ。 LPB のコミッショナーの判断で、はいはい、でもできると思うんですよ、だって集まるだけですから、はい、話し合う意見交流の場、はい、もしくは未来のプロ野球界のために、うん、いろんなことを発案したり、うん、その会議意見交換しながらいいものを作っていくっていうこの会議、うん、だってそんなお金かかんないと思うんですよ。まあそうですね、だってもう大げさに言えば NPB の事務所でやってもいいわけでしょ、うん、はい、別にホテルの一室借りなくてもね、うん、でそこで集まって話すればいいだけなんで、うん、別にそんなお金もかかんないし、はい、逆にデメリットの方が考えにくいんですよ。あ、まあそうですね、シーズン後1回とかでもまた変わってくるかもしれないですね。そうだからまあオールスター期間中に1回あで前半戦どうだったかとかっていうのを1回、うんうん、でシーズン終わって1回、うん、はい、だから、まあ、12月ですね、ちょっと監督も変わっちゃうんで、はい、そこで1回やれば、うん、まあ年2回ぐらいやっていけばいいんじゃないのかなっていう。そうですね、前半戦で変わってることってまあね、はい、それとかこの12月で決めたことをやってみて、はい、うん、その結果どうだったかっていうのの、まあ、ディスカッションもいるじゃないですか、はい、こうやって思ってたけどあんまうまくいってないねとか、うん、あこれ意外と良かったねっていうのも話しながら、うん、その半年に1回ずつぐらいやっていけばよりいいものもできるし、はい、考え方も変わるかもわからないじゃないですか、うん、やってみてね、はい、やっぱあの時はあれと思ったけどやっぱやった方がいいなって思うかもしれないんで、うん、年1だとちょっと長いんで、はい、その年2回のオールスター期間中とやれば僕はいいんじゃないのかなって。そうですね、いやむしろそういう回ってなかったんだっていうのもちょっと驚きだったので、うん、これは私は納得ですね。これだから今すぐ作ってほしいですね、うん、まあ、下っ端の僕が言うのあれですけどなんか NPB の役員とかなんか肩書き入れたらどうですか。いや鬱陶しいでしょ、こんなばっかりこのバーっていうのも、もうあのめんどくさいでしょ、この部下嫌でしょでも先輩でも怖いかなと。佐藤さんって何がいいんでしょうね。友達でしょ。友達かもしれない。よく喋る友達。友達でフラッと来て話して楽しんで、はい、もう急にいなくなるみたいな、もうたまにはぐらいがちょうどいいでしょ。自分で言いますか。じゃあいいんじゃないのかなって客観的に思います。そうですね、私先輩も後輩もちょっとなんかあれなんで、はい、友達にしときます、はい、だからあれですよね、はい、ネットニュースは上げないでください、うん